それではこれより2015シーズン新体制記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに弊社代表取締役青野よりご挨拶をさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。メディアの皆さんには、今日は9日ということで、まだ鏡開きの前のですね、なんとなく正月気分が受けきらない中でお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また、本年も大分トリニータの報道につきまして特段のご配慮をいただきますよう重ねて お願い申し上げる次第でございます。ご案内の通り昨年クラブ創設20周年の節目の年でございました。その節目の年に、長年の課題でありました、あるいは最大の課題でありました、債務超過を解消することができました。従いまして今年21周年目となる今期は、この5年間、抱えておりました、もやもやといいますか、そうしたものを断ち切って、新しい気持ちで、10年後の30周年に向けて、また大分トリニータの未来を見据えて、新しいスタートを切ることができるということで、大変嬉しく思っているところでございます。そうした中、昨年のホーム最終戦湘南戦の後にセレモニーで申し上げましたけれども、まだまだ完全復活じゃないけれども、このままずるずると いきますと、大分トリニータが先ほど創業してしまうということで、そんなトリニータの姿は見たくないというふうに申し上げました。で、さまざまなまだ制約がありますけども、今期、勝負をさせてほしいというふうに、セレモニーで申し上げました、あげたところでございます。その背景には、昨年の戦いを通しまして、若い選手が着実に、伸びたということ、そして、昨年の中盤戦以降の戦いの中で、チーム力も確実にアップをしてきたというような思いがありました。ですから、そういう意味でそういうことを踏まえたときに、じゃあいつ勝負するのかと考えたときに今年だろうという思いがありまして、昨年のホーム最終戦でああいうふうに申し上げたところでございます。まあ、そういう思いの中で、今年に、臨む中でですね、まずはチームの継続というものを重点に置きつつも、やはり、外国人のフォワードだったり、あるいは実績のある選手だったりの獲得を行うことによりまして、チーム力をアップを図っていこうという思いでございました。で、まあ、そして加えまして、昨年のチームビジョン を作りましたけども、まあ、育成クラブを目指して3年前から地道ですけども着実に、ユースの方を強くしてき、まして、まあ、おかげさまで昨年は、プレミアリーグへの初昇格ということを勝ち取ってくれました。で、その原動力となった3人が、今季トップチームに昇格をするということになっております。で、まあ、こうした新加入の選手とそれから昨年からいる選手のがそれぞれ融合し、そして、融合しする中でですね、しっかりと戦ってくれるものというふうに思っているところでございます。で、2015年今日からスタートになりますけれども、もう一つ皆様方に嬉しいご報告をしたいと思っております。それはダイハツ九州さんが今期も引き続き胸スポンサーとして一緒に戦ってくれるということが決定をいたしました。ダイハツ九州さんには、ま、多額の債務を抱えておりました4年前から引き続きになったご支援をいただいておりますけれども、ま、その思いに、今年はですねしっかりと応えていきたいと、結果で応えていきたいというふうに思っているところでございます。まあ、そういう思いを込めまして今期のチームスローガンでございますけれども、右の方にありますけれども、結集、そして結集でございます。まず、集めて結ぶというふうな結集でございますけれども、選手はもとより、監督、それからチームスタッフ、そして、まあ、我々フロント、さらにはサポーターをはじめとしました、全国で大分トリニータを
愛してくださる全ての皆様の思いあるいは力を集めまして、そして一丸となって目標であります J2 優勝、そして J1 昇格を何が何でも勝ち取るんだという思いでございます。それから右の方の決定決めるということでございますけれども、トリターに関わるあるいは愛する全ての人の思いを表現して、そして結果として残すことができるのはピッチの上だけでございます。それができるのは選手のみであります。ですから選手にはピッチの上で、みんなの思いあるいは力というものを全てを込めてボールを蹴って、そして繋いで、そしてゴールを決めて、絶対に勝つんだという思いで戦ってもらいたいということであります。こういう2つの思いを込めてチームフロント心を一つにして今年1年間戦っていきたいと思っております。最後になりますけれども、県民サポーターの皆様、そして経済界の皆様、行政の皆様、引き続き三位一体でのご支援をお願いいたしますとともに、メディアの皆様には、トリニタへの報道につきまして、引き続き、よろしくお願いを申し上げたいと思っております。簡単ではございますけれども、ご挨拶をさせていただきます。続きまして、大分トリニータ監督、田坂和明よりご挨拶をさせていただきます。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。もう私もこの席に立って5年目になりますし、もう大体の流れも分かってますんで、細かい話は質疑応答で、受けたいと思います。まあけど今シーズン、今社長から話があったように優勝狙います。もうそれしか私も考えてないですし、まあその中のところで言えば、今シーズン新たに集まった選手には非常に私自身満足しますし、本当に会社に感謝したいなと思います。また我々このチームのカラーである県民の皆さんと戦うとこういうところは本当に、これは何年先もこのチームはずっとやっていくんじゃないかなというところで、今シーズンでもですね、サポーターの皆さん、県民の皆さんとですね、一緒に戦って、今シーズンは優勝というところをですね、サポーターの皆さんと分かち合いたいなと思います。具体的な話をすれば、まあ、本当に、勝つために何をするかというところをしっかりと選手を見ながら、またスタッフと協議しながらですね、優勝するために準備をしてですね、いきたいなと思いますので、今シーズンもよろしくお願いします。続きまして、弊社取締役強化育成部長柳田信明よりご挨拶と今シーズンの新加入スタッフ選手のご紹介をさせていただきます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。私の方からは、新加入スタッフと新加入選手の紹介をさせていただきたいと思います。座らせていただきます。まず中村ヘッドコーチです。さまざまなタイプの違う監督のもと、コーチとして監督やチームを支えた経験を持ち、今回縁あって大分と契約をすることになりました。指導力がありますし、また分析力にも長けております。田坂監督、今年5年目となりますが、新参謀としてチームを勝利に導きます。よろしくお願いいたします。西山アシスタントコーチ、現役引退後は、まあ、5年間、強化育成部、副部長としてチームを支えて、くれましたが、今回アシスタントコーチということで、まあ、ピッチにまた戻るということになりました。西山君を登用した狙いとしては3つありまして、一つは彼の長年にわたる選手としての経験を
若手に伝えてもらいたいと、そして選手の成長を促してもらいたいということ、それから2つ目には選手と監督をはじめスタッフとの良きまたパイプ役になってもらいたい、3番目にはポルトガル語を話せますので、今年ブラジル人の選手を3名獲得をしましたが、当然通訳のアレハンドロ君とともにですね、また練習の中でそのブラジル人の選手との意思疎通を円滑にするためにも必要な人材であるというさまざまな観点から今回新しい立場でチームの勝利に貢献してくれます。よろしくお願いいたします。それから選手の紹介です。山口選手、湘南より完全移籍で獲得しました。ここ2シーズンは移籍先の長崎で、守備の中心として活躍し、長崎の躍進を支えました。リーダーシップと豊富な経験を武器に、最終ラインのリーダーとして期待しております。よろしくお願いいたします。周行選手、町田より完全移籍をきました。町田が、J2 に初昇格した2012年は、シーズンを通して、大活躍しチームを支えました。豊富な経験と安定感のあるプレーで、レギュラー争いをしチームの勝利に貢献することを期待しております。よろしくお願いいたします。ムリロ・アルメイダ選手、もともとはブラジル人ですけど、東ティモールの国籍も持ってまして、数年間東ティモールの代表として、活躍しております。スピードがあり、相手ディフェンスラインの背後を突く動きが得意で、特に相手ゴール前では、見ていただいたら分かると思いますけど、恵まれた体格を武器に、数多くのチャンスを作り出すことができると期待しております。よろしくお願いいたします。岡本選手、今回新潟より完全移籍をしました。福岡では J1 昇格に、大きく貢献をし、移籍先の、新潟でもレギュラーとして活躍しました。またさらなる飛躍を目指し、今回エアと大分に加入することになりました。皆さんご存知の通り、スピード、運動量、テクニック、シュートセンス、それぞれ高いレベルを兼ね備えており、多くの得点機会を演出することを期待しております。よろしくお願いいたします。石川選手、広島より期限付きで、獲得することになりました。2012年に広島が優勝したとき、その優勝を支えた選手です。J1 の実績もありますし、ただ昨年はレンタル先の仙台で、大きな怪我をしてしまいまして、彼にとっては不本意なシーズンになったと思います。その分、今年にかける気持ちは、人一倍強いと思われます。持ち前のスピードと運動量を武器にチームの勝利に貢献することを期待しております。よろしくお願いいたします。三平選手、京都より完全移籍で、獲得しました。もうなんとなくニヤッと笑っている方がいらっしゃいますけど、言わずと知れた人気者が帰ってきました。2012年には大分が、プレーオフを勝ち抜いて、昇格した時の中心の選手です。リリースも皆さん見ていただいたと思いますけど、三平君自身、三平君自身の目標は、J1 昇格と、なんだっけ大きな魚です。大きな魚を釣ることと、彼らしい決意をしております。いろんな意味でまた大分を盛り上げてくれるとも思いますし、 J1 昇格の、に、本当に大きく貢献してくれることを期待しております。よろしくお願いいたします。お願いします。福森選手、
関西学院大学より加入しました、大学選手権ではキャプテンとして大学を準優勝に導きました。センターバックとしては左足で後方から攻撃を組み立て、サイドバックとしては持ち前のスピードを生かした攻撃参加を武器とする選手です。即戦力として期待しております。よろしくお願いいたします。お願いします。鈴木選手、宮崎産業経営大学より加入いたします。身体能力が高く、空中戦でも強さを発揮するセンターバックです。チームではキャプテンを任され、派手さはありませんが堅実なプレーを持ち味としており、即戦力として期待しております。よろしくお願いいたします。佐藤選手、アンダー18からの昇格、選手です。トリニータのスクールからアンダー12、アンダー15、アンダー18と各カテゴリーを経て昇格した、初めての選手となります。アンダー18ではキャプテンとしてプレミアリーグ昇格を果たしました。戦術理解力や読みの鋭さ、攻撃参加のセンスを武器に、センターバックやサイドバックの活躍を期待しております。よろしくお願いいたします。姫野選手、同じくアンダー18からの昇格選手です。佐藤君同様、トリニータのスクール出身で、アンダー12を経て、法要のアンダー15に入団、そこでの活躍が認められてトリニータのアンダー18に、入団することになりました。アンダー18の方では3年間中心として活躍し、プレミアリーグ昇格にも貢献しました。非常に小柄ではありますけれども、ボールを奪う力がかなりありまして、ゴール前に飛び出し、多くのチャンスを作ることを期待しております。よろしくお願いいたします。お願いします。その他ですが、エヴァンドの選手、今日は欠席しておりますが、ビザの関係でちょっと遅れていますので、本日は欠席をさせていただきます。簡単に、紹介させていただきますと、昨年練習生として2週間ほどチームに合流して、今回契約に至りました。テクニック、スピード、パワーを備えており、多くの得点を期待しております。ちなみに、ブラジルではダニエルとチームメイトだったということですね。非常に明るい選手です。よろしくお願いします。あともう一人、酒井大輔も今アンダー18のロシア遠征に帯同していますので、本日は欠席させていただきますが、ご存知の通りでワールドカップのサポートメンバーや各カテゴリーの代表などすでに国際大会での多くの経験を積みました。で、抜群のテクニックと判断力でプロの世界で飛躍することを期待しております。で、付け加えて西登録の選手のことを少しだけ、触れさせていただきたいと思います。新入団会見で西登録の選手を紹介するのは今回初めてです。クラブは、先ほど社長の方からもありましたが、3年4年前から、育成型のクラブを目標に掲げ、トップとアカデミーが連携をしながら選手を育てる環境を着実に整えてまいりました。で、その結果、当時中学校3年生であった選手の中から今回、先ほども紹介した通り3人の選手をトップに昇格させることができました。で、彼らに関しては高校1年生から3年間アンダー18のトレーニングで鍛えられながら、機会を見てはトップの活動にも合流し、練習や試合を通してプロの刺激を受け成長してきた選手たちです。で、今回の昇格はその一つの成果であると感じております。そして今回その紹介する2名の選手については、特にアンダー18の中でも力があり、早めにプロの環境で刺激を与えることが彼らの成長につながると判断し、このタイミングでのトップチームの合流になりましたので、事の経緯をご理解いただければと思います。で、2人簡単に紹介させていただきますが、まず岩田智樹、東明高校の2年生ですね。将来はボランチとして期待してますが、フォワードとかセンターバック、サイドバックと、キーパー以外の全てのポジションでプレーできる、
サッカー選手、サッカー選手を持っております。あと吉平翼、彼も東明高校2年生ですね。相手ゴール前に飛び込み点を取るのが得意な選手です。今年もサテライト、ユースと岐阜さんが、練習試合させていただいた時から、2点取ったりしましたが、プロの中に入ってももうすでにもうある程度できると見ております。かつて J リーグで活躍した中山さんであったりとか、代表で活躍している岡崎選手のような選手になってほしいと期待しております。私の方から以上です。よろしくお願いいたします。では新加入スタッフよりご挨拶をさせていただきます。中村ヘッドコーチよりお願いいたします。ヘッドコーチの中村と申します。昨日大分の方に、入りまして、自分なりに非常に緊張感のあるような状態で、大きな決意と覚悟を持って入りました。今日クラブハウスだったり、あとは何人かの選手、あとはスタッフ、そしてこのスタジアム、見てやっぱり、歴史をすごく感じるし、非常にこれから大きな目標に向かって戦っていける、そういうようなこう期待感にこう変わっていったっていうのが正直なところです。J1 昇格っていうのは絶対使命だと思ってます。そのために全力尽くして、やりたいと思います。よろしくお願いいたします。続いて西山アシスタントコーチ、よろしくお願いします。こんにちは。今シーズンよりアシスタントコーチを務めさせていただきます西山哲平です。現役から6年ぶりにピッチでまた仕事ができることを非常に嬉しく思っています。大分トリニータ在籍今年で14年目になります。選手そして強化担当、そしてこの度はアシスタントコーチという違った立場になりますけれども、今まで同様チームが強くするするチームを強くしたいという強い気持ちでやっていきたいと思います。J1 昇格するために、とにかく全力で頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。では続いて新加入選手の周行選手よりよろしくお願いいたします。こんにちは。町田から来ました周行です。先ほど社長のお言葉にもありましたけど、僕もサッカー選手として勝負しに来たつもりです。大分でプレーできることに感謝して、その大分でのプレーを楽しみたいとも思ってますし、この大分での生活もしっかり楽しんでやれたらなと思ってます。で、目標はもちろん優勝になると思ってます。で、そのために優勝するにふさわしいチームになれるように、みんなで力を合わせて頑張っていきたいなと思っています。1年間でよろしくお願いします。山口選手お願いします。こんにちは。田本さんと同じで長崎から来ました山口です。僕も本当に上を目指したくて強い気持ちで大分に来ました。なので、経験値とかリーダーシップとかは発揮できると思うんで、三平とは湘南で2年ぐらいやってるんで、三平をうまく利用しながらみんなで一丸となって熱く戦っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。ムリロ選手お願いします。Primeiramente quero agradecer ao clube, né, a oportunidade de estar me dando para poder vestir a camiseta deles. まず一つ目にチームに本当にチャンスを与えてくれて感謝したいと思います。E vim para cá para poder dentro de campo com a ajuda de todos os companheiros que aqui estão. O nosso maior objetivo é colocar o time na primeira divisão. 自分もこれから精一杯頑張って、このチームを目標達成したいと思いますので、
A gente sabe que é difícil, mas é, o trabalho já começou com a ajuda de todos, né? Todos os jogadores aí unidos. A gente, o nosso maior objetivo é conseguir colocar o time lá. E aí a gente pode falar que o trabalho está bem feito. Mas, この目標を達成するのは難しいかもしれないですけど、みんな一つになって必死で頑張れば、多分その不可能だと思っている方は、まあこれは可能だなと思われるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、岡本選手、お願いします。新潟から移籍してきました岡本秀也です。田坂監督の優勝を目指すという言葉に、まあ、心を打たれ大分に来ることを決断しました。個人的に去年は自分の持ってるものを持ってる、まあ、プレーを出せなくて本当に今は試合とゴールに飢えているんで、まあ、それをこの大分でしっかりピッチの中で表現して、まあ、チームの優勝というものに貢献できるように頑張りたいと思います。お願いします。石川選手、お願いします。石川です。はじめまして。逆ですね。はじめまして、石川です。まあ僕の特徴は運動量なので、それを見ていただけたらと思います。まあ、ピッチ内ピッチ外で三平君と一緒にムードメーカーになれたら心強いと思っています。まあ僕はあまり挨拶が得意ではないので、隣にいる三平君がさっき面白いことを言うから前振りしてくれと言われたのでしときます。お願いします。三平選手、お願いします。こんばんは、あ、こんにちはですね。皆さんお久しぶりです。まずこのチームに呼んでくれた柳さんと社長と田坂さんにすごく感謝しています。ありがとうございます。田坂さんの優勝するという目標を達成できるようにチーム一丸となって頑張っていけたらいいと思ってます。まあ、あとプレースタイルは、まあ、ヘディング、あとそうですね、まあ、大胆なボケ、あと大きな声を出すこと、そうですね、この3つをしっかり今年やればいいチームになっていくと思うんで、石川君と頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。福森選手、お願いします。関西学院大学に来ました、福森直江です。田坂監督が、優勝を目指すと言った以上、自分たちは優勝を目指すだけだと思うんで、自分に対して、期待や応援してくれる人たちのためにも、本当にハートを強く持って頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。鈴木選手、お願いします。宮崎産業経営大学から来た鈴木よしのりです。自分の特徴は、まあ、対人の強さとカバーリングだと思ってるんで、まあ、そういうところはピッチで表現して J1、J2 で優勝して来年 J1 昇格できるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。佐藤選手、お願いします。ユースから昇格してきました佐藤光陽です。自分の持ち味はカバーリングや空中戦、対人だと思ってます。下部組織から、ずっとトリニータ一筋でやってきた分、トリニータに対する熱い気持ちというのは誰にも負けません。チームが J2 優勝できるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。では最後に姫野選手、よろしくお願いします。自分の特徴は、姫野です。自分の特徴は運動量と、相手の攻撃を潰すことや、まあ、大きな声を出すことです。自分の特徴を生かして、トリニータの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。応援お願いします。じゃあすみません、目線真ん中からお願いします。長い期間やったけど、はい、はい、行こうで行こう。皆さんもうちょっと柔らかい表情でお願いします。どれ見ればいいか分かんない。はい、じゃあこちらでお願いします。